数字ボタンをご利用ください。オペレーターと通話して切符をお求めになる場合は9シャープを押してください。シャープは右下のキーです。ただいま多くのお客様にご利用いただいています。順番におつなぎしますので今しばらくお待ちください。お待たせしました。コールセンターの星田がお伺いします。はい、ありがとうございます。拝見いたします。はい、では、先にお手帳を確認しますので、その紙の上で結構ですね、載せていただけますでしょうか。はい、拝見いたします。はい、確認できました。ありがとうございます。21日の、往復の乗車券のみですね。はい、かしこまりました。ご用意いたします。しばらくお待ちください。じゃあ、画面に表示いたします。確認お願いいたします。5月21日、来週日曜日の往復から、九州の城野駅までの、往復でお手帳の割引でご用意しております。お間違いないでしょうか。当日でしたら、そうですね、ご乗車前に変更いただいたら、新幹線経由で変更させていただくことは可能です。下関から新山口を当日、追加で、特急券買われるということですかね。それでしたら、追加で買っていただいても、ご乗車できますね。そうですね、後で追加で買っていただいても大丈夫ですね。はい、ありがとうございます。で、お値段が2020円でございます。画面が変わりましたらお支払いをお願いします。はい、ありがとうございます。ちょうど頂戴いたします。お釣りや切符の取り忘れにご注意ください。領収書やご希望のお客様は領収書ボタンを押してください。発見しています。切符と領収書が出てきますのでお間違いないか確かめください。はい、お待たせいたしました。ご利用ありがとうございました。